久保さん、ちょっとスティーブ・ジョブズまた行きましょうか、ジョブズ。これね、ジョブズがあったんですけど、ちょっと旅でね、ジョブズがあってね、旅の過程にこそ価値がある、スティーブ・ジョブズ。旅の過程にこそ価値がある、スティーブ・ジョブズ。やっぱジョブズいいっすね。僕も車でなんで好きなのかっていうと、過程がいろいろ楽しめるんですよ。過程が。まあ、いろんなところに行けるわけですよね。まあ、タクシーで行くっていう方法もあるけど、タクシーじゃちょっときつい部分が僕の行動範囲だとありますからね。あと、多分相当金かかるでしょうね、タクシーだったら。まあ、あとレンタカーっていう方法もあるか。いや、なんかね、制限されてるんで、マイカーは制限ないんで。タクシーは、なんか一応制限っていうか、まあ、なんですかね。なんか、タクシーで移動したらすごいですよね。タクシーで鹿児島から北海道まで行ってみたみたいな。そのタクシー運転手帰ってこれない。いくらかかるんですかね。まあお金あればできないことないけど、どうなんですかね、久保さん。タクシーで鹿児島から北海道宗谷岬まで行ってみたと。面白いですね。100万じゃ効かないですよね、絶対。多分タクシーで。まあ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 、車移動っていうのは飛行機とか新幹線に比べると時間かかります。なんだけど、家庭がすげえ面白いんですよ。まあ僕はその家庭が楽しいので、車移動の方が好きですね。もちろん時と場合によってはね、時と場合によってはもちろん新幹線も使うし、もちろん飛行機も使います。時と場合によってはね。だけど、全部の手段の中で何が好きかっていうと、車が好きです。で、なんで車が好きかっていうと、家庭を楽しめるからですね。ジョブズ、グッジョブですね。いってらっしゃい。